ダウン症候群、ダウン症候群、ダウン使用候群は体細胞の21番染色体が通常より1本多く存在し、計3本取りソみー症になることで発症する先天性疾患群である。多くは第1減数分裂時の不分離によって生じるほか、減数、第2分裂に起こる。新生児に最も多い遺伝子疾患である。症状としては、 身体的発達の遅延、特徴的な顔つき、軽度の知的障害が特徴である。平均して8から9歳の精神年齢に対応する、軽度から中旅の知的障害であるが、それぞれのばらつきは大きく、現時点で治療法は存在しない。教育と早期ケアにより、QOL が改善されることが見込まれる。ダウン症は人において、 最も一般的な遺伝子疾患であり、年間1000出生あたり一人に現れる。かつてはヨーロッパを中心にマングルザム、日本語ではモーコショウと呼ばれ、黄色人種に特有のものとの偏見が広がった。これはヨーロッパにおいて白人の子供であるにもかかわらず、当時コーカソイドより劣っていると考えられていた、モンゴロイドの遺伝子をもって出生したと発見者の、 医師が考えてつけた名前の他であった。ダウンは当初、目尻が上がっていて、まぶたの肉が厚い、鼻が低い、頬が丸い、顎が未発達、体は小柄、髪の毛はウェーブではなくて、直毛で薄いという特徴を捉えて、マングルザム、猛虎人症、またはマンゴリアンイリシー、猛虎地方症と称し、発生時障害により、人種的に劣った。 アジア人のレベルで発育が止まったために生じると説明していた。しかしダウンによるこの人種差別的な理論はアジア人にもダウン症が見られることからすぐに破綻を来たした。1961年に19名の著名な遺伝学者がラングダウン、ダウンなマリー、ダウン、エスシンドロームなマリー、完全ニタルアクロミカリア、またはトリソミー21なマリーの用語を用いるべきとの 声明を出したことを契機に、モロコショウの後は、次第に使われなくなった。1965年頃にはモンゴル、人民共和国の代表が、フーの事務局長に対して、非公式に病名としてのマングルザムが不快であるとして、正的に使用しないように要請している。1965年、フーは発見者のダウンにちなんで、ダウンシンドローム、ダウン症候群を正式な名称とすることが、 決定した。2012年3月21日を国際連合が世界ダウン症の日に認定。21番染色体トリソミーにちなむ。1961年から2011年までの医学論文において用語として使われた数は以下の結果であった歴史について記述した論文を除く。用語仕様の変化を示した図からも1961年。 ゴロはほぼ100%の使用率であった。マングルザムが1980年代半ばには全く使われなくなったことがわかる。2010年時点ではダウン症候群が約85%、トリソミー21が約15%の使用率である。欧米などと東アジアでダウン症の発現率に違いは見られない上に近年においては、 京都大学からダウン症に相当するチンパンジーの例が報告されている。これは、エンジンが人に進化し、それぞれの人種に分岐する以前の段階からダウン症が存在していたことを示唆している。また、ダウン症とは定義されていないが、ダウン症の外見的な特徴を持つ虎や猫などの動物も存在している。知的障害、先天性心疾患、50%。 低身長、肥満、筋力の弱さ、頸椎の不安定性、閉塞性睡眠時無呼吸、50から75%、耳の感染症、50から75%、眼科的問題、先天性白内障、眼神、射死、屈折異常、60%ほど、難聴、75%ほどがある。新生時期に哺乳不良や、フロッピーインファントのような症状を示し、 特異的顔形、欲情系、よく進展する柔らかい皮膚などから疑われることもある。青年期以降にはストレスから来るうつ症状、早期対抗を示す者も,もいる。男性の場合モザイク型を除きすべて不妊となる。一方、女性の場合多くは妊娠が可能であるが、多くは自然流産となる。また、母親、または父親がダウン症候群患者の場合、 胎児のダウン症候群発症率は50%であるため、高確率で遺伝する。一般的に肉体的成長の遅延、特徴的な顔つき、軽中度の知的障害に特徴を付けられる。平均して8から9歳の精神年齢に対応するが、それぞれのばらつきは大きい。40歳以降にアルツハイマー病が高確率で起きる。 21番染色体のトリソミーが原因である。トリソミーとなった理由は3タイプに分けられ、生殖細胞の減数分裂時の失敗、染色体の不分離と点座である。標準型は、生死、卵子形成時の減数分裂における染色体、不分離が原因である。点座型は、親の片方が、均衡点座保因者であり、適切な遺伝カウンセリングを受ける必要がある。 モザイク型は受精後の卵分裂の過程における不分離により正常な細胞とトリソミーの細胞が混在するもので正常な細胞も多数あることから重度な障害は見られない。染色体トリソミーは21番染色体以外にも起こるが性染色体以外の常染色体には生命活動に必須の遺伝情報が含まれるためトリソミーは流産。 または死産となることが多く、出生できたとしても長くは生きられない。しかし21番染色体のトリソミーだけは、障害を残すものの致命的とならない場合がある。ただし、その21トリソミーでも80、80%は流産や死産に終わり、出生できるのは20%に過ぎない。妊娠十一週頃に、重毛検査で確定的に診断できるが、日本では、 重毛検査を実施している医療機関は少ない。妊娠15から16週頃に母体血清マーカー検査や新型出生前診断ニプットにより確率的に診断することが可能となり、溶水検査で確定的に診断される。検査結果が出るまでに2から3週間を要する。妊婦検診等でこういった出生前検査を進められなかったとしても医療側のオチはないとされる。 裁判事例、京都地裁平成9年1月24日判決。そのため妊婦は自ら医療側に進言、結婚している妊婦の場合夫婦の同意に基づく、しないと検査は実施されない。また検査の結果も、正式には、妊婦側が聞くことを希望して、初めて通知できるとされている。イギリスでは、国策として2004年以降は、全妊婦に出生前診断を推進している。 2002年の人工妊娠中絶率の文献レビューでは、イギリスとヨーロッパでダウン症候群と診断された妊婦のうち、91から93%が妊娠を中断した。イギリスの国家ダウン症候群、細胞遺伝学登録簿、NDSCR のデータによれば、登録が始まった1989年から2006年において、 子供がダウン症と診断された後に中絶を選んだ女性は約92%の率で安定している。アメリカでもダウン症退治の中絶率調査が実施され、3つの研究でそれぞれ95%、98%、87%となっている。医療倫理学者のロナルド・グリーンは、両親は自分の子孫に遺伝的な害が及ぶのを避ける義務があると主張している。 イギリスのジャーナリスト、ドミニク・ローソンは、ダウン症の娘が生まれた際、彼女に対する無償の愛と彼女が存在することの、喜びと同時に、妻が検査を受けていれば中絶できた、という外部の声に怒りを表明した。これに対して、長期にわたりダウン症協会の支援者であった、クレア・レーナーは、ローソンの娘への態度を絶賛するとともに、ローソンが、 障害検査と発見時に中絶を進める医師や助産師を酷評することには賛成できず、障害検査と中絶を次のように擁護した。辛い事実として、障害を持った個人の面倒を見るということは、人力、哀れみ、エネルギー、そして有限の資源であるお金がとてもかかるということだ。まだ親になっていない人は、自分に問いかけてみるべきだ。自分が、他人、 社会にその重荷を背負わせる権利があるのか、もちろん、その重荷の自分の持ち分を進んで引き受ける前提としてだが、ダウン症と診断された胎児の高い中絶率を倫理的に有料する医師や倫理学者もいる。ピューリッツァー賞を受賞した保守的な評論家で、息子の一人がダウン症候群であるジョージ・ウィルそれを中絶による優生学と呼んでいる。ダウン症候群は、 染色体異常であるため、実用化に至っている、根本的な治療方法はない。心疾患等の合併症に対しては、外科的な対応も含めて治療が行われている。また、思春期以降の生活能力低下、急激対抗に対して、アルツハイマー治療薬、アリセプト、ドネペジル塩酸塩を、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のダウン症候群に、対する有効性の腱や抗酸化剤、 神経活動過剰抑制紀構材などの知見が行われている。現在、発展著しいゲノム編集の技術により、原因遺伝子を改変することによって治療することが想定されている。ゲノム編集の概念や研究は昔からあったものの、近年特に研究が進むゲノム編集技術の一つであるクリスパーキャス Q は、これまでの方法と比べて圧倒的に勘弁かつ高い。 切断効率を持ち、ありと、あらゆる生物の遺伝子を正確に書き換えることができるため、遺伝性の疾患は原因となる遺伝子を切り取り、入れ替え取り除くといった形で治療ができるようになり、ダウン症やカマジョウ赤血球症、脳放性繊維症といった遺伝性の病気を治すための希望をもたらすとされる。ノンコーディング RNA を用いて、ダウン症の一本多い染色体の機能を停止させ、 出生後にダウン症の治療を行おうとする基礎的研究が行われている。性別を決める染色体で働いているノンコーディング r n a のエクシストは X 染色体の不活性化という X 染色体の活動を止めて問題を避ける仕組みを持っていることが分かっていた。ネイチャーに掲載されたマサチューセッツ大学の研究ではダウン症患者から採取し培養された。 IPS 細胞に対し、21番染色体の1本に、エクシスト遺伝子を組み込んで、遺伝子の発現を誘導する薬を加えたところ、約3週間後に、全10個の遺伝子が発現しなくなった。また、ゲノム全体の遺伝子発現量解析により、3本、ある21番染色体の発現量が平均で15から20%程度低し、トリソミーではない21番染色体の 創発原量と同程度にまで抑制されることが分かった。さらに、エクシストがダウン症によって低下した細胞を増殖する機能を回復し、神経細胞に分化する機能も正常細胞並みに戻すことも確認された。この方法の長所は、一度エクシストを組み込んでしまえば、あとは発現させるだけで100%に近い抑制効果が得られ、13番や18番の 染色体異常等にも応用できる可能性がある点であるとされる。また、培養細胞での基礎研究段階であるが、臨床試験の開始が望まれている。遺伝子疾患及び染色体異常の中では最も発生頻度が高い。日本での患者数はおよそ5万人。イギリスがおよそ5万人。アメリカがおよそ34万人。年間6000人の出生が。 ダウン症であった。日本人は、全障害児におけるダウン症の割合が、他国に比べて低く、その代わりに、自閉症出現率が高めであるとされる。母親の出産年齢が高いほど、発生頻度は増加し、25歳未満で1、2000、35歳で1、300、40歳で1、100となる。アメリカにおける統計では、 20から24歳の母親による出産ではおよそ1、1562なのに対し、35から39歳で、およそ1、214、45歳以上の場合はおよそ1、19となっている。イギリスでは2000年の年間約600人の出生数が2006年には15%増え746人となった。1866年に、 イギリスの眼界、ジョン・ラングドン、ハイドン・ダウンが、論文、白地の民族学的分類に関する考察、アブザーベーションス、オンザ・エスニック・クラセファケーション・オブ・イディウッツで、その存在を発表、学発表は1862年した。1959年、フランス人のによって、21番染色体がトリソミーを形成していることが発見された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。